先もうちょっと温めればよかった。明太子にしました。すごい麦ご飯よ、絶対美味しいよ。なんかね、焼きおにぎりにだし入れてお茶漬けみたいな感じです。ちょっとあったかい、シソも入ってるからちょうどいいお茶漬けですね、今日のディナーです。関西こいこチャンネル、昨日と今日動画アップされているので皆さんいっぱい見てください。一番再生、踊ってみたは2万回再生いきたいな。たくさん拡散お願いします。カップラーメンのやつもぜひ見てください。学習ループ練習しました。嬉しい、めちゃくちゃ可愛かったって言ってもらえて、コメントも見てるので。うん、明太子うまっ。何回も見てください。2万回3万回再生できたい。今日はゆみさんが出演してくださったので、カニさんいじりしちゃいましたね。あ、蝶変えてみてんけどってれいちゃんに言ったら、あ、変えたなと思ってたって言われた笑ってなかったみたいです。今日誕生日おめでとう。たくさん見て、あ、みのめっちゃみんなから LINE 来て、みるさんからも LINE 来たもんうかさんと出口間違えてるやんかって。友達からも来ました。でもほんまにみのあれしか思いつかなかったうん、お茶漬け食べてます。今日新たなりカレーの具材言ったんですよ。今日はカレーの日みたいで、でもルーを言うの忘れたなと思って、カレーじゃないやんと思って、まあいっか。お肉2回言っちゃった。今日言った具材でスープ作ったらえらいことになる。チョコとか言ってたよな。チョコとリンゴもいたから隠し味に超えちゃってルーないのねルーもないし、なんなら具材玉ねぎと人参と肉しか入れてなくて、ニチョコ、ニチョコとリンゴ肉じゃが、確かに。何入れるっけこれ。あと お話し会も受付中なので、まあ受付中じゃないわ、受付次3時なので、どだめ笑って、嬉しい、笑ってくださって。結構みのはね自信あったんですよ。なんでやろ、あのみの逆に
あれでミノーって読むんやって初めてあそこで知った。奈良県出身なので許してください。初めてお話聞く、嬉しい。初めての方も久しぶりの方もめっちゃ待ってます。カレーみんな食べるんやね。話し会ハズレが出て嬉しい。嬉しいって言っていいかな。違う部で会えれたら嬉しいな。お話ししたい。明日も2回公演ですね。あ初回はラストかな。私ラストでしょ。えラストか。ああそうか。うん編集楽前ラストですよね、明日。どこがいないんやっけ。5、6ですよね。5、6ですよね。あそれならワンチャンあるかもしれんか。ワンチャン、確かに、ワンチャン。お話し会初めてでどうしたらいい。いや、黙っといてくださったら私が喋りかけるんで。はい、誰か伝えたいことがある方ははいって言って伝えてください。私はちょっとびっくりするぐらい喋るんで、タイミング逃したら私ばっか喋ってるんで、本当にあの喋りたかったら喋りたいって言ってください。うん、黙ってても喋ってますよ。相槌を打ってほしい。でもいやちょっと黙ってないでください。あの喋ることがなかったら私が喋ってます。今日の夜ご飯とか言ってるかも。無台詞できることはします。これめっちゃ公園終わり食べやすいわ。茶漬けっていいですね。ごちそうさまでした。今日の課題終わってないんですよ。今年の目標3つ、英語で書かなあかんねんけど、目標何にしよう。喋りかけるよ。今日のはちょっと変えてみていいけどな。うん頑張るね。テストはでも終わりましたよ。あとは課題だけ。その課題が大変だ。新チーム M の公演も楽しみにしててください。テスト自己採点してないねんな、でも本当にちょっと今日は今週ずっとパッ、ね、コロナが増えてきたじゃないですか。だからオンライン授業に戻っちゃってずーっとパソコンとにらめっこしてたから肩がガチガチって言われました。足つぼしてもらったんですけど痛すぎて引きました。あやパソコン疲れるよな。みんなね対策しなきゃね。だからちょっと今日はあんまりスマホを見ずに過ごしてみた。洗
千秋楽ね、もう千秋楽だよ、やばくない？あいつもだけ役者さん、そう、うん、よかったと思ういろんなところに聞こえちゃいそう。ハロー、以上以上。マッサージ配信な、うるさいからな私な。千秋楽髪型どうしよっかな、何がいい？みんな千秋楽かい？ポニテ多そうじゃない？ポニテ、これ充電器。お疲れ様です。確かに高めのポニーでもいいな。今日の髪型好き？今日ちょっと前髪上げてみました。みんなどうと思ったのね真面目な髪型でいくで、最後やしな。 M では8、いろいろ髪型遊べそうですM の公園ではたくさん髪型で遊んでいきたいと思います。なんかやっぱリンクは決めるところは決めるっていうか、なんかどっちかっていうとアイドルっぽいっていうよりはガチガチにバチバチにっていう感じだったから、かっこいい髪型すること多かったんですけど、 M は本当にいっぱいいろんな髪型するので、皆さんいっぱいいろんないろんなこと送ってください。イコイコの時の髪型はポニーテール。アクセルループいっぱい見てください。2万回まずは、3万回行きたいけどな。道頓堀今日はボイトレの先生に教えていただいたことをいっぱい思い出しながらやりました。はい、飲み。ヤマトスの投票は1回しかできないので、皆さんたくさん拡散お願いします。私も勝手に友達の携帯にアプリ入れてる消さないでねーって。嬉しい。あ、ケーブル。ね、今の順位3位なんですよ。悔しい。なんかグルメの仕事は取りたいけどね、今頑張っ皆さんお願いしますって言えるぐらいのインスタの更新とか TikTok とかなかなかうまくできてないから、皆さんに頼りすぎるのもなとかいろいろ考えちゃうんです。でもインスタ投稿したくて、一応できる時に携帯見て編集はしてるんですけど、なかなか進まなくてね、課題に追われててうまくいかない。アプリをダウンロード、ヤマトスのアプリをダウンロードして
ログインして手口ゆいなに投票してくだされば嬉しいです。グルメの仕事はね、取りたくて頑張って、うーん、難しい。うん、ありがとう、みんな本当にたくさん拡散してくれてて嬉しい。なおたんのねパパも投票してくれてたパパありがとうって、今日連絡来ましたお父さんが投票したって言ってたねって言ってくれて嬉しい。ありがとう、みんな投票してくれて嬉しい、頑張れる。そう、あとキツネさんも投票はしてくれてると思うよ、そう信じてます。早く課題終わらせて、ちょっと今優先順位ではないけど、全部が全部バーってできるわけじゃないから、ゲマトスに集中して、でその中で課題を終わらせて、終わったらナンバトルに集中したいと思います。投票はアプリをゲマトスってアップルとかでアプリをダウンロードしていただいて、メールアドレスとかでログインしていただいたアプリに、それで NNB48 の投票画面があるんですけど、そちらに、で誰かに誰に投票しますかってあるので、あのそこで出口ゆいなを選んでいただけたら嬉しいです。で更新というか、前から投票してくださってた方もいると思うんですけど、なんかちょっとアプリがもう一回アップロードしなきゃいけなくなっちゃって、アップロードしていただけたら嬉しいなと思ってるのと、アップロードしてもう一回投票できそうであれば投票していただけたら嬉しいです。アップロードじゃないっけ、アップデートか、アップデートアップデートですアップロードって何やっけ、やば、英語バカなのバレるわ、英語できないんですけど、ちなみに、はい、友達にもぜひ言ってください、私も友達に言います、言ってんねんけどな、弟に言おう。アップデート、そう、今は1票しか、1人1票しか投票できないので、たくさん拡散していただけたら嬉しいです。拡散の力が一番ありがたい。それぞれ終わろう、課題終わってないので、10歳の原慎之介さん、ありがとうございます。10
ジェニー・ジェンさん、ありがとうございます。ゆいがトシボン、ありがとうございます。ジュイがコテツ、ありがとうございます。キュイがトゲさん、ありがとうございます。ハチュイがディクタスさん、あ、ありがとうございます。来てくれた。七位がシロ、ありがとう。六位がモンブラン、おー、おいしそうありがとうございます。五位がサムさん、ありがとうございます。四位がダイちゃん、ありがとう。変わった。13位がジェン、12位がコテーツ、10位がトシボン、10位がトゲさん、9位がシロ、あ、8位がコロコロワンさん、ありがとうございます。来てくれてたね。7位がサムさん、お、ハッピーバースデー。6位がダイちゃん、ありがとう。5位がモンブラン、ありがとう。4位がしんのすけさん、ありがとう。3位がブルーセブン、うん、ありがとう。来てくれてたね。2位がディクタスさん、ありがとう。そして1位がボスさんでした。ありがとう、1位。ボスさん。1位はボスさんでした。パチパチパチ。ありがとう。はい。ちょっとなかなかショールームとかもできてないんですが、ちょっと自分のペースで頑張っていきたいと思いますので、明日は超絶可愛いの昼夜公演に出演させていただきます。ぜひ見てください。じゃあね、ありがとうございました。ぜひ惑星ループとか一個一個チャンネルの動画見てください。ありがとう。バイバーイ。